はいどうも、はい、楽しおしご飯の時間ですよ。今日はね、こちらでございます。新作でございます。これも完全に新作でございます。ツナマヨピーマン、ツナマヨピーマントースト、そしてまあまあこっちでこれだけ新作、あとはもうあれです、パン焼いてたっぷり乗ってボロニアソーセージ目玉焼きでございます。さあいただきます。楽しみですね。こいつはサブス、茶です、ティーです、グリーンティーです。待っております。あ、舞うっていうのかな。宙を舞う、水の中を、水中を舞うように、ようにをつけなきゃダメなのかな。舞うは美味しい、最高、楽しみよ、楽しみよ。ほらこれめちゃめちゃ美味しそうでしょね。いただきます。いいね、美味しい。お前の先生のでもちょうどよかったわ。最高だね。最初はこれ全部一枚に乗っけようかなと思ったぐらいだったんですけど、やってみたらあんまり多かったもんだから、それで2枚に増えました。いいな、サクサクのパンやっぱいいな、美味しいな。こっちが先にやってるから多分サクサク感はもうだいぶ衰えてると思います。うん、ほらね、うん、何も美味しい。こうやってやっちゃおうか。好きよこれ。こうやってできるってことはこれできるね。こうできるね。でもこれ君が割れて垂れるんだよな。どういうふうにしようかな。先に君だけちょっとすすっちゃいます。これはこっちはこっちは、うんこれですよ。これグニュって曲げれたから今。そしたらこれボロニア挟んで、で目玉焼き乗せて
これひん曲げていこうと思うんですけれども、垂れる可能性高いな。割ってなじませてみましょうか。割ります。はいはい、とってからシャルです。これを垂れないようにもうこうなじませよう。ね、こうすれば大丈夫だ、きっと。なじませましょう、こうやって。ダメか、それでもまだちょっと多いか、君が。もったいないな、垂れさせたくないんだよな。傾けるとしたらこっち側に傾けて食べればいい、こうじゃなくて。そういうことになるのかな。あーダメだ、もうそういうレベルじゃない、そういうレベルじゃないわ。垂れるわ。こっちにちょっと行ってもらおう。はいはいはい、よくできました、よくできました。垂れる分は全てこっちのツナマヨピーマンの方に垂れました。今日のこの君、また特別美味しいな。うん、君。うん。しまった、一滴。今回のこのパン8枚切りだから、ちょうどこんだけ何かこう足し算しても体が今現在木島の体が求めてる量、こう適正な量とか適量というかジャストでしたね。ジャスト。君が公園に乗ってます。うん、やっぱピーマン美味しい。海の幸、山の幸ですよ、この上に。ピーマン山じゃないか。でもまあ山に入るでしょ、卵も。
うん、ピーマンの、あ、ごめんなさい、ピーマンのこの歯応えもいいよね。香り、苦味、美味しかったです。ごちそうさまでした。おい、また明日。